どうも、ショキです。今回から新企画始動ということで、僕がオルズで普段サロンワークしてる、リアルなサロンワークでカラーとかそういうのを見せていけたらいいなと思って、今回の企画をちょっと立ち上げました。てかそのお客様のカラーをどういう風に考えて、どういう風な塗り方で塗ってるかとかっていうのを、なんかこう YouTube でなんか伝えられたらなと思います。なんでよかったら続き見てみてください。こんにちは。お願いします。今日はどうしますか？今日は赤っぽくしたい。赤だ、いいね、いいね。どれぐらいビビッと系だけど、うん、派手すぎない、派手すぎ、うんうん、浮かない感じ。あ、なるほどね。地毛じゃないわ、馴染みがいい系の赤で、だけどちゃんと発色して赤っぽいみたいな。あ、そう、うん、もうベースがめちゃくちゃ綺麗だから余裕で入りそうだね。上はリタッチしちゃっていい？あ、お願いします。上リタッチして、じゃあ上から、全部赤くして、で、じゃあ残るのは、ちょっとは、ちょっと抜けてほしいけど、もちろんある方がいいですね。あ、ありがとうございます。それ。なんかパキッと行くやつだったら、割と綺麗に落ちるんだけど、めちゃくちゃビビッとになっちゃって。で、逆にカラー剤だけでいくと、めっちゃ残る、茶色っぽく残っちゃうから、間ぐらいいい感じの間ぐらいの、お互いじゃないの、カラー剤とカラーバターの良さを両方引き出した赤にしていこうかなと思います。いいですか？はい、楽しみ。 楽しみだね。え、大友人、赤初？初です。初だ。前回オレンジ。そうだね、そうだね、そうだね。でもめっちゃ綺麗に抜けたね。いいね。前回のも良かった。めっちゃ良かったです。じゃあ今回もさらに進化したいのをしていきます。はい、お願いします。ですね、カウンセリングで意識していることは、お客様のやりたい色、デザインを尊重しつつ、あとはこれだったら似合うなとか、こっちの方がいいなっていうのをプラスで提案したりとか、なるべくでもお客さんがやりたいに沿うようにカウンセリングして、お互いのイメージ共有だったりとかっていうのは、そのカウンセリングの段階でしちゃいます。で、細かい色のすり合わせはそのブリーチ塗ってる間とかにこう喋りながら、決めることが多いかなって思うんですけど、大枠 と、イメージ共有は絶対カウンセリングの時にするようにしてます。はい、これがベースの今の状態で、リタッチだいたい2センチぐらいですかね、伸びてて、でそこをリタッチしようかなって考えてるところです。で、今回のリタッチで言うと、つなげたいので、根元の方がやや明るくなるような塗り方をしていきます。まあトーンで言ったら1トーンぐらい、でもまあ毛先綺麗に抜けてるんですけど、厳密に言うとその前回の残留があるんで、実際の色よりは、もうちょっとベースのトーンが高いと想定して、それに合わせて、リタッチを抜いていくって感じになります。はい、リタッチ終了ってやつで、今回ちょっとそのリタッチのところね、ちょっと忙しくて撮れませんでした。なのでちょっとリタッチ終わりの仕上がりになってますけど、基本的に、ちょっとだけオーバーラップ、もともと明るいところちょっとだけオーバーラップするようになってて、根元にブリーチがベチャってたまんないように気持ちちょっと浮かしてリタッチしてます。で、なんですけど薬ってちょっと膨らむんで、根元の方まで割と詰まってくれるんで、最初からベタって塗る必要はないかなと思います。
基本的にうちだとひとちゃんとりょうなアシスタントの子たちが気持ちいいシャンプーしてくれますでもね、ブリーチ後のシャンプーのポイントでいうと強くやりすぎないっていうのと、あとなるべくぬるま湯でシャンプーしてあげるっていうのがいいかな。次のカラーが痛くなりづらいんでっていうところはやっぱ意識してもらってます。いいですね、いいですね。顔周りとかをね、攻めすぎないっていうのがやっぱ、それだとね、ファンデーションをしてるんで、カラーで馴染むんで、あんまりまあ、ウブのウブまで攻めると、ちょっと赤くなる。そこはブリーチ、攻めすぎないように気をつけた方がいいかなと思います。で、これでブリーチ終わりなんですけど、うちでは今、トキオトリートメントっていうトリートメントを使ってて、内部補修系のトリートメントなんですけど、を、超音波で髪の内部に入れてからカラーしてます。で、カラー塗る時もトリートメントつけっぱなしで塗るんで、カラーのダメージもなるべく抑えて、で、塗りやすい、滑りがいいんで、カラー塗りやすいんで、ハイトーンとかちょっと引っかかりやすいんですけど、トリートメントしたまま塗るんで、そこまで引っかかることなく、スムーズに塗れます。でもマジで綺麗なハイトーンを維持するためには、やっぱ毎回トリートメントやった方が絶対いいです。傷んでからやるより、傷む前にトリートメントはやった方がいいかなと思います。はい、タッチの上がり具合もいいですね。これなら綺麗につながりそうかなと思います。で、中間をやっぱりしっかりかぶせて塗れてないと黒いライン入っちゃったりとかするんで、絶対に明るいとこちょっとオーバーラップしてあげてください。めっちゃ明るいとちょっと怖いんですけど、そこをビビっちゃうと黒いラインできちゃって一生消せないラインがずっとこう出てくることになっちゃうんで、本当に数ミリ超えてあげるっていうのがいいですね。はい、さあ薬を作っていきます。どうしようかな。考える前にちょっと一旦うん、エネルギーチャージしたら赤にするんで、赤の薬剤を調合していこうかなと思います。何使うかなさあこちらでいきます。すごい色だね。かわいいね。まあ今回はね、薬はあれですね、カラー剤とカラーバターをちょっと混ぜた塩基ミックスっていうカラーを選んでますね。まあ理由としては、カウンセリングの時にも多分言ってたと思うんですけど、カラー剤だけだと結構残留しちゃって、カラーバターだけだと早く落ちちゃう、で発色がビビッとすぎちゃうんで、そのいいとこ取りっていう感じで、赤のカラー剤に関して言うと、アルカリカラーに関して言うと、気持ちいいカラー剤だけでいくときよりも薄く剪定してます。塩基性のカラーバター混ぜることによって表面にも色をのせて、両方のいいとこ取りができるっていうカラー剤を作ってます。はい、本当に綺麗な上がりですね。で今回は1カップで、塗っていくんで、根元から毛先まで同じ薬でいこうと思います。で根元の塗りのポイントで言うと、やっぱ根元をしっかり溜めて塗ってあげるっていうのがやっぱ大事で、塗布量ちょっと多いと思うんですけど、やっぱそれにはやっぱ理由があって、しっかり根元までケチらずにたっぷり塗ってあげるとやっぱ発色よく塗れますね。でブリーチしたてのところってやっぱどうしても全体に比べるとカラー入りにくかったりするんで、ブリーチしたてのところを塗布量しっかり上げて塗っていきます。で僕は、左右で、4ブロックじゃなくて2ブロックで塗っていくんですけど、アシスタントの子と大体2人で塗るときは右で左、
一人の時も右と左ですね。なんですけど、その方がやっぱ早く塗れる効率がいいですね。ハニトーンってやっぱ塗布量を選定、スピードが大事なんで、いかに早く塗れるかっていうのが大事です。で、僕のその塗り方で言うと、こう上下にこうバーって塗るんですけど、やっぱその1回でチェックしなくても綺麗に塗れてるぐらい、一発目の塗りを本気で塗ります。もちろんチェックしますけど、チェックするんですけど、そのチェックしなかったとしても綺麗に塗れてるって思えるぐらいしっかりめに塗ります。で、今回多分これ一人でずっと塗ってるんですけど、高速で塗ってます。とりあえず一人で塗るときは本当に高速です。これは早送りしてません。もう大体このスピードです。なのでちょっと遅くしてるぐらいかも。はい、しっかり編集してよ、これ遅くなってるよ。僕は根元塗って、根元チェックして、で、ワンカップの場合は毛先一発で、逆に中間抜けてなくて毛先めっちゃ抜けてますっていうベースの子だったら、中間塗りしてからツータッチで毛先いくパターンもあるんですけど、今回はあのベースめちゃくちゃ綺麗に均一に抜けてるんで、まあ僕がやったんで、まあそうなんですけど、もう均一に抜けてるんで、ワンタッチで塗ってます。で、そうですね、モザイクかかってますね、携帯に。なんか要するにいけないものを見てるわけじゃなくて、ちょっとプライバシーので、カイが多分かけてくれてるんですけど、なんかあらないモザイク。そこじゃなくてカラー塗ってるところを、まあ、見ていただけたらいいかなと思います。で、そうですね、一般塗り一般塗りしっかり開きながら塗るっていうのが結構大事ですね。こうちゃんとパネル開いて手で見ながら、しっかり一般塗り一般塗り中に浸透させていくイメージで塗っていきます。ワンカップで塗ってるんですけど、最初リタッチの時に根元の方がちょっと上げるって言ったじゃないですか。で、それ何でそうするかっていうと、気持ち根元の方が濃く入るんですよ。で、そうするとグラデーションになって、根元がちょっとだけ濃い方が個人的にはすごい可愛く見える。なんか根元飛んでないんで、根元から均一に、例えばめっちゃハイトーンとかだったらするかもしれないし、とかそのカラーによってそのブリーチの根元の上げ具合とかは調整してます。ただめちゃくちゃ置いて真っ白とかにしようと思っちゃうと、次のリタッチで切れちゃったりするんで、そのリターンしてくれた次のこと、その子の髪の将来のことを考えながら、どれぐらい明るくするんだろうとか、どれぐらいダメージさせないようにするっていうのをやっぱ考えておく時間とか薬は選んでます。で、うちだと全部ケア、全部っていうかケアブリーチとケアカラーのメニューしかないんで、普通のブリーチは使わないで、なるべく髪が傷まないような、薬剤を選んでます。はい、切ってる間に、塗り終わりましたね。いい感じですわ。ぐっと収まったんです、いい感じで。塗布量多ないって思うかもしれないんですけど、やっぱね、ブリーチのオンカラーってこれぐらい必要なんですよ。まあ、美容師さんが見てくれてるかなとは思うんですけど、まあ本当にこれぐらい薬剤ケチらずに塗ってあげるのがいいかなと思います。やっぱカラーのパフォーマンスに影響します。はい、めちゃくちゃ指赤い、そしてピースの指赤ないって感じですよね。で、大体この時は15分ぐらいですかね、置いたのは。多分15分から20分ぐらいで僕いつも流します。はい、で、仕上げは乾かす前にヘアミルクで、まあ、しっかり揉み込みながら。で、ヘアミルクはなんかヒートケアとかドライに適してるものがついてる、配合されてるものがいいかなと思います。で、僕らが今回使ってるのはヒートケアと CMC が入ってるんで、髪にとってすごいいいかなと思います。それにしてもね、いい色だね。はい、どうでしょう、仕上がりめちゃくちゃ綺麗くないですか。で、根元から、根元がちょっとだけ濃く入ってて、こう毛先に向けてグラデーションなんですけど、厳密に言うとグラデーションってぐらいで、パッと見はそんなにわからないけど、その根元が少し濃く入ってることによって、その全体の統一感と可愛さが出るんで、すごいいいかなと思います。で、巻き方は、ウェーブ、ふわっと、チュルッと
だいたい温度は160度ぐらいかな、140から160ですかね、あんまり高い温度はよろしくないですね。でもね、マジでめっちゃいい、派手すぎずでも発色もよく綺麗に見えてっていう、やっぱ本当にカラー剤とバターのいいとこ取りができた仕上がりになったんじゃないかなと思います。はい、お客様結構いろんなカラーの方いらっしゃるんで、なんかその色その色で根元どれぐらい濃くして毛先どれぐらいにしてっていうのはニュアンスとかで変わったりするんですけど、ベースとかで。で、僕的にはワンカップでいくときもグラデーション、最初から薬で作るときも根元がやや濃くなるような剪定にすることが多いです。剪定というかブリーチのベースの作り方とか、もうつややかだもんね、巻いてるとこね。はいはいはい。で、仕上げも、今回はミルク、さっきと同じミルクなんですけど選んでて、ミルクで仕上げてあげると、その当日はね、当日というかカラーしたての時はあんまりね、お家でシャンプーゴシゴシしてほしくないんで、濡らしてもさらっとぐらい、できれば洗わない方がいいかなとは思うんで、ベタベタしないように最後オイルじゃない、ミルクでさらっと仕上げにしてます。はい、いや、お出かけするっていう前とかはね、ワックスつけてあげたりとかするんですけど、基本僕多分ね、仕上げ8割ミルクですかね、レディースの方は。メンズはワックスとかグリースとか使いますけど、はい、見てください、仕上がり、この可愛い巻きとこのツヤ、はい、ありがとうございますっていう感じですかね、今回のところは。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしょうか。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い、理想的なやつになった、はい、よかったです。それでね、いい夏を過ごしてもらえれば。で、色落ちもちょっとずつなんか薄くなってくるんだけど、それもまためっちゃ可愛いから、そう、色落ちも楽しめる赤カラー、赤カラー、はい、レッドカラーで、馴染みもいいみたいな感じです、今回は。はい、なので次来るまで楽しんでもらえればいいかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。はい、皆さんどうでしたでしょうか。めっちゃ可愛い色じゃなかったですか。なんかね、今回はリダッチとかの技術的にはお見せすることできなかったんですけど、次回以降そういうのは載せていくかもしれないし、カラーの塗り方とかね、なんか少しでも参考になってくれたらいいなと思います。僕結構ね、いろんな色のお客様いらっしゃるんで、なんか今後も他の色もガンガン撮っていこうかなとは思ってるんで、次回以降も楽しみにしててください。以上、ショキでした。